今日はトヨタ生産方式の看板方式について詳しく話します <music> こんにちはリンシグマブ m a b l a c のマイク・ネガミです前回の動画で看板方式はジャストインタイムを達成するための道具ですという話をしましたまだその動画を見ていない方は右上のこのアイコンをクリックしてぜひ見てください 実際にトヨタ生産方式の生みの親と言われる王の太一もこう言っています。看板は重要だけれど、あくまでジャストインタイムを実現するための運用手段だ。だから看板だけを真似しても現場は混乱する。看板をつける前に工場全体に流れを作らなければならない。またトヨタ生産システムという考え方を理解しないで、部品に看板をつけることには意味はない。 これを抑えた上で看板方式を考えていきましょう。トヨタ自動車の創立者、トヨタ喜一郎はジャストインタイムの概念はありましたが、それを実現するための決定的手法は模索中でした。そこでオーナーはジャストインタイムを実現する工程改革を命じられて、米国に行き、フォードや GM の工場見学に行ったのです。 しかし改革のヒントを得たのは彼らの工場ではなく米国のスーパーマーケットからでした。彼は自分の著書の中でもこう言っています。スーパーマーケットから得られたヒントとはスーパーマーケットを生産ラインにおける前工程と見てはどうかということであった。顧客である後工程は必要な商品を必要な時に必要な量だけスーパーマーケットにあたる前工程へ買いに行く。 前工程はすぐに後工程が引き取っていった分を補充する。こうしてやっていくと私どもの大目標であるジャストインタイムに接近していけるのではないかと考え、本社工場の機械工場内で昭和28年から実地に応用してみた。当時の生産方法は各工程で材料や必要な部品があればあるだけ生産してしまうものでした。 つまり工場の情報の流れが前工程から後工程だったのです。英語ではプッシュシステムと呼んでいます。作業員はあまり考えず大量があれば作業し仕掛け在庫を増やしていました。新しい方式ではその流れを逆にしたわけです。すると前工程は後工程の流れを見ながら仕事をするようになったのです。つまり各作業員の視野が広がったのです。 これにより作業ラインの横にあった仕掛け在庫が目に見えて減りました。当時はトヨタではスーパーマーケット方式と呼んでいます。英語ではプルシステムと言います。新しい工程の流れができてきたのですが、新たな問題が出てきました。後工程が予想以上に自分の部品を持っていって自分の仕掛け在庫切れが多く起きたのです。ここで考え出されたのが看板方式です。 この看板はいつどこで何がどれだけ使われたかが書いてあるカードです。これはトヨタが作った看板方式の概念図です。看板には仕掛け看板と引き取り看板の2種類あります。まず、引き取り看板 A の流れです。1、前工程から持ってきた部品を使う時に引き取り看板を外します。2、引き取り看板を持って部品を問いに行きます。 3. 仕掛け部品につけている仕掛け看板を外し引き取り看板をつけます 4. 引き取り看板をつけた部品を後工程に運びます次が仕掛け看板 A の流れです 1. 後工程に部品が引き取られると仕掛け看板が外されます 2. 仕掛け看板に指示された数だけ部品を作ります 3. 仕掛け看板を作った部品につけて置き場に置きます この2種類の看板が工場全体で回っているわけですサービス業務では看板を使うことはないかもしれませんがスーパーマーケット方式またはプルシステムの考え方はかなり応用できます以上が看板方式の説明でした最後までご視聴ありがとうございましたチャンネル登録もよろしくお願いしますまた関連ビデオをクリックしご覧になってみてくださいそれでは